落ちるよ、絶対無理だよ絶対無理だよ。あーはい負け、落ちました。ね、どうしたの。いいじゃない。ということで今のが練習なので、ここから次から罰ゲームをつけてやっていきたいと思います。今の本番です。萌ちゃん、こういうのには練習がつきものでしょ。楽しくないの。怖いな、この女。楽しくない関係なしにガチで。あれ企画の名前なんだったっけ。ガチでモヤカと遊んでみよう、でモヤカを楽しませよう。いやいや、ガチでブロック戦おう。え変わった。あれなんか知らないうちに戦だよこれ。あれ戦だよ。そんな感じだったっけ。まあ、ガチだからこれ。え配信なのね。このみんなが見れるようにちゃんといろいろ考えてやらなきゃいけないわけね。こんな面でノーノーとわちゃわちゃとかできないわけさ。はい。仕事でブロックしてる。人の話聞いてる時にこうやってなんか手元で遊んでいいとかないから。なんかできますか。っていうまま。でももう一回いい考えある罰ゲーム。アイラ様がいないから、ちょっとマーちゃん負けたら、アイラがモーちゃんにスタバをおごる。で、ユースが負けたら、ハナがマーちゃんにスタバをおごるっていう、最高の罰ゲームを考えました。ということで、2人で平和にやっていきましょう。イエーイ。意外に休んでる人は何言われてもいい。どっちからやる？どうしようか。うん、もうどっちでもいいんだけど。ダメでした。あの二人と何か絡むことが私たちは地獄でしかないじゃん。いやそうだね、確かに。あの二人に挟まれながら何かっていう、怖いアメチャレ企画とか。え、何それ。めっちゃ最悪じゃない。怖い、すごく怖い。うわ待って、うわ最悪だね。いや僕は絶対負けないよ。そうする。うわあれじゃない。いいよ。こちらに負けた方は、はい、アイラとハーナに挟まれながら地獄のアメチャレ企画、強制参加です。怖い。強制です。負けないように。勝ったことはもう大丈夫。わかりました、はい、絶対勝ちます。そのさ、絶対勝ちますもおかしいから、その絶対に勝ちます。こんな力んでるファイティングポーズ初めて見たもん。そんな握力あるんだ。初めて。頑張りましょう。本当にこれだけは負けたくないね。負けられないと思います。はい。ちょっと真ん中にチョコ。ちゃんとね。大丈夫。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと曲がってるから。そこまで気にしなくていいかも。いや、ちょっと曲がってるな。曲がりじゃね、変わんないかもしれない。あ、ちょっともうちょい前だな。やっちゃおうかな。いいよ。いいの？いいよ。じゃあ、私が最初にじゃあ。一番、棒出ろ。うわ。え、なに？棒出た。負け確定のやつ出た。いや、でもさっきルールさ、消えたよ。さっきというか、前回。あ、うんうん。これ本ちゃんだから関係ない。ダメだよ。あ、これ、なんで？あ、勝負事だから、そういう。やだ。人口というかね、
ここ全部なるまでは、戻してやり直しちゃう。めっちゃ簡単で、ね、大丈夫。一回さ、ちょっと一回置いてみて。でさ、無理だったらさ、はい、無理。2個置いてみるってどう？何2個って？もう一枚。あ、もう一枚、うん、あ、じゃあいいですか？はい。ちょっとこれはもう絶対に勝てないんで、もう一枚いかせてもらいます。どうする？もう一回ボード。じゃん。あ、分かったー。なんか L 字のやつだね、これだ。え、じゃあこれが置けるようにした方がいいってことだ。そういうことだね。じゃあ、いや、なんかちゃんと頭いいんで、こうして、おー、よし。おー、ガチャピンみたいな。確かに。かわいい。いきます。じゃん。あ、あ、自分が好きな。好きなやつ。トイレ6個開けます。どうしますか。これにしよう。自分から変にやりたいのかな。どうしてもやりたいみたいな。これね、多分起きやすい気がするんですよ。確かに。そんな気が。ほら。え、はい。負け。ゆずの負けでーす。市川さん、負け。のルールでここ全部まるまでは、いや、さっきのルールないって、もう数秒前に言ってましたよね。こんな気が。ほら、え、はい。え、はい。喋れなくなってる。じゃあ、かわいいゆずを、まあ、カメラに向かって見せてくれたら、まあ、まあ、それによって決めようかなと思うから、ちょっとなんかあそこで見てるんで。じゃあ萌え台詞を取るか地獄のアラハナを取るかってこと。あ、そうです。究極の二択だね。どっちにしますか。だから、まあ、ギリ萌え台詞だよ。おお、じゃあ私が OK を出すような萌え台詞をぜひ見せてください。確か、まあ、でも見てますので。こっから、まあでもアラハナのが嫌だもんね。葛藤してる。じゃあお願いします。わぁ、キュンミキ倒しちゃった。もう一回やらせて。ダメです。えぇ、ダメですよ、全然。キュンミキだよ。はい、足りないです。ちょっと、ねぇ、やばい、オッケー。いいよ、やり直して。あ、いい、いいよ、いいよ、いいよ。あ、なんだ、急に、ありがとう。いや、全然、やっぱ可愛かった。あ、可愛かった。今思っちゃった。あ、ほんと？ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。知らないからね。待って、待って、何が出るかによって怖いんだけど。じゃん。